日本では行きづらいので日本を飛び立ち中国に行きましたが、すごいよね、24歳でさホームレスやって中国行ってさ。ニュージーランドで永住権を取得し2020年の8月から無職生活をしています。ポテンシャルの塊。本当にベトナム来る？と言われベトナムが僕を呼んでいるのかもしれないと思い行くことを決意しました。着いた先はすごいね、ふむむのひむさんでございます。ありがとうございます。無職歴5、6年、24歳男性、ホームレスと引きこもりを繰り返しています。ホームレス生活を通して段ボールである程度何でも作れるようになりました。日本では行きづらいので無職期間を通して英語中国語とウェブ開発を学んで消費税が 10% になったと同時に日本を飛び立ち中国に行きましたが、コロナが来たせいで日本に帰る安いチケットはキャンセルされ、初受注したリモート案件もコロナを理由にお金を払ってもらえません。結局今では中国の激安タコ部屋で仕事を探しています。あ、結局でもあのホームレス的なのはホームはあるのね、ジョブレスなだけで。そうだね。なんでもすごいよね、24歳でさホームレスやって中国行ってさ、うん、で仕事しないでタコ部屋に住んでんでしょ。そう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 、いや、 なかなか優秀なんじゃないの。そうなんですよ。で英語中国語ができてウェブ開発ができるんでしょ。うん、うん、普通だって多分タコ部屋で生活できなくなって大使館に逃げ込むパターンだよね、普通だったら。だ、生活力もあるから何なんだろうねこの人ね。だちょっと気になってんのは、中国から何 YouTube って見れるの？なんかあの VPN とか使えば見るんじゃない？ああ、なるほど、ね、これ以上はやめときましょう。はい、行きましょう。ハッシーさんですね。お、出ました、海外無職税。行きましょう。はい、35歳男性です。ニュージーランドで永住権を取得し2020年の8月から無職生活をしています。無職なのに山歩きに目覚め10万円以上かけて装備を揃え4泊5日で17万円のツアーにまで行ってしまいました。この先どこまで貯金が持つか不安です。絶対不安感じてないよ、ね、ないじゃん。不安感じたらその4泊5日のツアーとか行かないよね。17万だぜ。だ、まあ、優秀なんだろうね、多分ね、この人も。うん。あの、一応、その、ニュージーランドとかオーストラリアって、あの、その、ビザ取るときに、大卒であるとか、貯金がこれぐらいあるとか、あの、英語の点数これぐらいとかっていうので、点数制になって、点数一定超えないとビザ取れなかったりするんだよね。ああ、なるほど。だから、ね、結構ね、その、ポテンシャルの能力は高いんだけど、で、働きますって、うん、優秀ですって言って入っといて、全く働いてないっていう状態だと思うんだよね。いや、素晴らしい。ポテンシャルの塊。はい、うん、で多分だから働けばいつでも金入るわと思って働いてないと思うんで、まあね、楽しい無職なんじゃないかなと。はい、じゃあじゃあどうしましょう。じゃあこの方は特に大丈夫かな。何か考えるんで、はい、はい、じゃあ亡くなったら働くと思います。はい、じゃあ、亡くなって早く働けばいいのにということにしておきましょう。はい、じゃあ23番いきましょうか。ハイパーインフレジンバブエくんさんです。はい、ありがとうございます。こちらです。ヒゲさん、ひろしさん、こんばんは。ベトナム在住無職歴1年32歳男です。3年前赤羽の焼肉屋でアルバイトをしていたところ、ベロベロに酔っ払ったおっさんが、君の白髪ネギの切り方いいね、俺ベトナムで飲食店やってるんだけど来ないかい、と誘われました。酔っ払いのざれ言と思いながらも、海外で働くことへの憧れが昔からあった私は、淡い期待を抱きながらそのおっさんに電話番号だけ渡して、その時は終わりました。3ヶ月ほど経った後に忘れていたおっさんから電話があり、本当にベトナム来る？と言われ、ベトナムが僕を呼んでいるのかもしれないと思い行くことを決意しました。着いた先はすごいね、すごいね、着いた先はベトナムのとんでもなく田舎町で寿司屋をやるからという話で進めていたらしいのですが、僕が店に行くと、やっぱり寿司は難しいから好きなことしていいよと言われ、右も左も言葉もわからない中で、以前経験があった洋食かっこオムライスやカレーなどを自分なりに試行錯誤しながら赤字にならない程度まで頑張って半年ほど続けて、お客さんもようやくついてきたところで急に、この店来週売却するからと言われ、残り1年半の滞在ビザだけ残して全てなくなってしまいました。その後は家でシュークリームを焼いたり、ケーキを作ってベトナム人の人たちに売りに歩いたり、生活費を稼いでいましたが、なんかもう疲れて、最近はよくバイクで意味もなく北へ南へと走り続けています。田舎は気持ちいいし、ローカル飯はうまいし、周りの人たちも優しいので、特に辛いことはないのですが、帰国する予定もはないですが、帰国するためにお金は貯めないといけないので、そろそろ働かないといけないかもしれないです。でも日本はコロナなので、まあ急がなくてもいいかなとも思っています。子供部屋もいいですが、ベトナムもいいところですよ。さあ、ということで、たまになんか止まるコメント来てるね。結構止まってる。今日 YouTube バグってる。あ、今日 YouTube バグってるんだ。なんだ、俺のせいじゃねえじゃん。じゃあ、だよ、謝れよ。誰だよ、 Google の社長、誰だよ、 YouTube が Google の社長、誰だよ。
ピチャイさん、あ、グーグルの社長ってまだあのインド人の人、あのインドのすげえ超天才の人でしょ。うん、じゃあちょっと彼に謝らせてきてよ、うん、ナマステ、うん、まず挨拶から。バカにしてるよね。まずは挨拶から。うん、はいはいはい。でその後ははい、ということで、じゃあ、ま、ひまりさんはひょっとしてあのナマステ以外のインドの言葉を知らない？いやいや、全然全然インドでしょ、全然知ってるよ。カレー、カレー、はい、カレー、インドカレー。インド人がカレーをカレーと呼び、はい、しかもインドカレーと呼んだ。なんでだ、インドカレーでおかしくないでしょ、インドでしょ。あ、でも結構ね、止まってる派の人が多分ね、全員止まってるわけじゃなくて人によって止まってるっぽい感じだねこれ。マジか。でも滑ったよって書かれてるひよりさん、はい、分かりました。インドで無職になり3ヶ月です。33歳男です。勤めていた会社がコロナで業績悪化、役員に圧力をかけられ自主退社し、おかげでインドで無職になってしまいました。通常はインドで退社したらその会社で取得した雇用ビザは失効してしまうため、すぐに帰国しないといけないようですが、今はこのような状況で国際線も飛んでないため帰国できません。特別臨時便は飛んでますが、レートが高すぎるので自腹を切りたくありません。というわけで国際線の運航再開を待つという口実でインドに滞在できることになりました。おかげで今は時間があり余り、インド国内を貧乏旅行しまくっています。こういう状況なので旅行者も少なくとても快適です。現在はインド屈指のビーチリゾートにて毎日サーフィンを楽しんだり、夜はパーティーに参加したり、とても充実した日々を過ごしています。月5万円くらいしか生活費がかからないので、収入がなくても向こう1年くらい困る人にありません。無職がこんなに楽しいなんて、もっと早く会社辞めてればよかったなと思います。っていう。本当にひどいね。まあでも高級ビーチリゾートで、まあお客さんがいないからもあるんだけど、うん、月5万円でずっと暮らせるわけじゃん、1ヶ月。そうね。さすがインド。インドすげえな。まあインド安いからね、なんつっても食費は。まあまあまあね。だその屋台とかで食ってるだけだったら1日100円かかんないからね。そんな安いの？うん。うわー、あーでもそっか。なんかあのその、うん、小麦粉を焼いたパン的な何かとかでもなんか10円とか5円とかそういう感じだから。へえー。あのなんかヨーグルトとか、まあ今思うとなんでヨーグルトあれ固まってたのか分かんないんだけど、まあ、とりあえずヨーグルト的な飲み物が酸味のある飲み物なんだけど、超怖い、はい、でも普通ヨーグルトって冷やして固めるんだけど、まあ、とりあえずなんか固まってるやつとか、うんうん、あのそのコップ付きで5円なんだよね。おう、その土のコップ安っ。であのみんなそれ食べて終わったらこう地面にバーンって叩き捨てて、はい、あのそのままにするっていうのなんだけど、はあ。だから屋台で食う分にはお腹いっぱいになってもそんなお金かかんないから。確かに。ほら俺もほらヒロさん一緒にインド行ったじゃん、取材で。うんうん、あのインドは偽物だよね。でもうん、であそこはだからかなり特殊。あれ特殊だよね。あの下痢にならないインドってそんなんないから。誰もならなかったもんね、お腹壊さなくて。うん、なのでちょっとこの人にはじゃあそのままビーチリゾートに行っていただきたいので、モニタポー1000円分送ってあげてください。はい、ね、ナマステの気持ちで、じゃあいきましょう。はい、じゃあ次いきましょう。はい、皆さんチャンネル登録おすすめでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。